こんにちは、イラストレーターの安田です。今回は背景レベル5、市役所のイラスト、10時間だったかな、の、動画について解説していこうと思います。40倍速にしてるので20分ぐらいにはなってるんですけれども、まあ、どのような過程でやっていくかについてですね。では早速再生していきます。最初に、パーセンというかアイレベルを書いた後に、まあ、見本を見ながら、結構まあ感覚的にやっていくって感じですね。まあ、だいたいアイレベルが150ぐらいなので、そこに扉があった場合と考えると、その扉というかドアが2メートルぐらいっていうふうに考えたら、3対1ぐらいのところに、ドアの、床面と、天井面というかができるみたいな、元1階部分ができ、それで、まあ、2階部分や3階部分みたいなものを、ね、ちょこちょこと、書いた後に、2点通しの、パージ上位を発動させて書いているっていうところですね。まあ、今回はトレースを使ってはいないんですけれども、まあ、トレースを使わずにかなり似た雰囲気のものは、作れるよっていうことの、ある意味なんていうかな、まあ、ワークフローの一つだったりしますね。実際問題の構図もね、やっぱりちょっと変わってきたりっていうのが、まあ、パースもなんていうか写真に完全に合わせたわけじゃなくてちょっと違う、まあ、2階部分の側面を見たらなんとなくわかるかなと思うんですけど、右の建物の2階部分の側面が今ちょっと出てないんで見えづらいんですけど、ちょっとアイレベルとし2点通しとしてはもうちょっと写真に比べたら緩くなってる感じですね。まあ、パースを変えることによって写真と比べて隠れたり逆に現れてくるみたいなものもあったりするんですけど、そこら辺は想像力を、発揮して補っていくみたいな形にはなっていきます。結構たくさん緑のたくさんある市役所、まあ、旧市役所なんですけどね、今はちょっとこの市役所デザインがというか半分ぐらいになっちゃって、奥の方にちんまい建物があるみたいな形でちょっと寂しい雰囲気にはなってるんですけども、自分の好きだった建物の一つだったのでちょっと今回描いてみました。手前の門というかのあたりの植栽だったりとか、細かい、まあ、そういう植物の、なんていうかな、植え込みのデザインとか、あとはね、種類もね豊富だったりして、なかなか鑑賞する上でも目を楽しませるような素敵なデザインだったなと。ただちょっとね、床というか地面ですねの、印刷じゃなくて表紙というか印字が剥げてるっていう、剥げすぎちゃってっていうのも、ちょっと年季を感じるところで、まあそれも人によって良し悪しでしょうかね。ちょっと泊まりの字が奥からとどう見えるか分かりづらかったのでちょっと書いてみたりとか、まあ、結局、線じゃない文字ツールを使って上から書いたりとか、でそれを消し込んだりみたいな形で、ちょっと、地面の、そういう、まあ、印字も複雑な形にはなってますね。やっぱ経年劣化によって、作画がなんていうのかな、簡単になるものもあれば、すごく難易度が上がっていく、情報量が上がって難易度が上がるみたいなのもあったりするんで、そういう破壊差分みたいなものも、ちょっと絵のなんかテーマとしては面白いかもしれないですね。それを描くことによって、ボロボロに崩れまくったらもう原型をとどめてないから、むしろ作画が簡単になったり、原型はとどめてる、かろうじてとどめてるけど全体に大きな亀裂が入ったり、ホコリとかいろんな汚れなどが付着することで逆に大変になったりとか、まあ、2パターンあるんですね。そういう風な破壊差分みたいなものを描くとき、難易度が上がることもあれば下がることもあるみたいな、まあそれはもとより、今描いてるイラストの方もまた細かいところに入り始めてきて、その辺もですかね、うまく変形を使ったりして、窓枠その他階段など、ガシガシとやり始めてるってとこですね。まあ、なんていうのかな、ある程度慣れてくるとね、パースって2本線が引けばその間の線って想像で描けたりとかするんですけど、もう慣れないとなかなかそれを想像で引くと線がずれちゃってパースが狂うみたいなことが往々にして起こり得たりするんですね。まあ、そこの習熟度ってのは
イラストをどれだけ描いているかにもよったりするんですけど、やっぱたくさん描いている人の方がそういうところを外しにくいっていうのはあるでしょうね。まあ、残念ながら絵を習熟してない人が描けた、10時間よりも絵を習熟している人の1時間の方が価値の高いイラストを描けるみたいな現実もあったりはするわけで、やっぱり的確な作業とか、その的確さっていうのは、まあ、上位重要なところはちゃんと描きつつ、いらないところはうまく省略するみたいなっていうのもそうでしょうし、まあ、より的確っていうことの大切さっていうのは、まあ、日々求めながら描いているっていうのがやっぱり経験の豊富な人っていうことなのかなと思うところでもあります。まあ、背景の仕事をしてると、ね、全体をしっかり描かなきゃいけないことが多くて、どちらかというと省略を、ね、しまくるっていう方がまれだったりするんで、書き込む技術っていうのは結構、まあ、たくさんやっていく中でね、培われてるってとこはありますね。でたまに安い仕事が入ってきた時とかに、じゃあうまく省略の技術を磨こうみたいなことを思ったりして、まあ、実際にね、値段が低かったりすると作業に時間がかけられないっていうのが、まあ、経済合理性というか仕事として当然というかっていうところはあるんで、まあ、そういう時はそういう仕事で鍛えられるところもあれば、逆に高い仕事であればね、書き込みをしっかり、増やしていったり、でも、省略するとか省略したりとか、そういうメリハリの効いたものとかをどういうふうに、構成を考えていったりってするのも、重要な部分の一つだったりはしますね。どん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 細かいところの表情も出てき始めて、そのうち、そうですね、落ち影シャドウももうちょっとしたら描き始めてるってところでしょうか。やっぱりこういう風なね、茂みみたいなところとか植物ガシガシ描くのって結構手数は多いんだけど、まあ、もちろん考えては描いてるんですけど、そういう葉っぱ一枚一枚をパッパッパッパーっと、まあ、書道でのタッチみたいな形で、入れていくっていうのはなかなか面白いところがあるんですね。まあ、ただそれなりに的確性っていうのもね、求められるところはあるので、まあ、要習熟みたいなところとか、ってところでもありますね。建物よりもやっぱり、細かい割に結構時間はかからず、でも自由、一定レベルの自由で書けるみたいな、はい、また落ちてますねそう、たまにパソコンが落ちるみたいなこともあったりして、まあでもめげずに今回も書き続けております。まあここは一番手前の茂み樹木だったりはするんで、まあ結構念入りに描いてるっていう形であるでしょうかね。といってもまだ中盤ぐらいだったりするんで、最後の最後でまたハイライトを付け加えたりみたいな形で、まあとにかくどん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 1から5の色を使う、最終的に使うっていうのでは、最初に使うのはね、3とか4、2あたりで、最終段階になって5とか1とか、そこら辺を入れてったり、細かいところを、書き足したり、まあ潰したり、逆に書き込みを入れたりとか、そういう下選択っていうことをすることで、より構造が分かりやすくなるような、まあ、とにかく分かりやすさっていうのがイラストでは必要だったりするので、それを担保するような書き方をしているわけですね。まあ、物の違う色の違いを強調する、あとは何て言うかな、そのコントラストの違いとか色味の違いっていうのも、若干強調してるってところはあるのかなと思うところありますね。まあじゃあ逆にどこを省略してるのかといえば、まあ、細かすぎる部分とかは、まあそもそも最初にね、物を描いてベタ塗りするっていうことはもう省略の極みみたいなもんですからね。まあ、そこから基本的にはね、足し算が多かったりして、で足しすぎたらたまに引き算するみたいな、そういう形でどん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 物もね、印象を高めていってるっていうところでしょうかね。ここの円柱形の植物も面白いですね。まあ、円柱形、もともと円柱形というか、なんていうかね、職人が手入れして円柱形になっているって形ではあるんですけれども、そういう形で、まあ、庭師の人の、まあ、腕の見せ所だったりするんでしょうかね。まあ、一応公共施設ってこともあるんで、公金で作られている建物っていうこともあるんで、やっぱりそれなりに予算もあるってことで、美しい建物になっているのかもしれないですねっていう一体自分は何を言ってるんだっていう感じですけど、まあそういう分析みたいなこともね、書いてる時はちょっと考えてなかったけど、今こうやって見てるとそんなこともちょっと思うところでありますね。
まあ、植物も細かいところを変えていく中でやっぱり手前を置く、手前には植物、奥には植物、一つの植物でも、ね、ここは手前の部分、ここは奥の部分だってことで、まあ、押さえたり逆に書き込んだりみたいな形で印象を高めているみたいな形で、まあ、単品で素材として販売して、うん、使いたい人がいれば、使わせてあげるっていうことをしてもいいのかもしれないですね。まあ、うちもなんていうのかな、ブースとか DL サイトで、まあ、素材の販売とか、一部は無料で、配布などしていたりするので、まあ、そういうものも積極的に、うん、そうですね、まあ、自分自身も宣伝していったり、まあ、さらに増やしていったりして、うん、より絵をなんていうのかな、便利に描きやすくするための情報、今回の情報発信とか、うん、まあ、そのための素材販売配布みたいなことにも、もっと力を入れていきたいなと思うところでありますね。うん、まあでもやっぱ楽しいんですよね。うん、まあ物がこうやって DIY がある過程っていうのも楽しいですし、まあ、やっぱり自分で一番描くっていうのが楽しいみたいな、ところはあったりするからこそ、まあ、ずっと続けていけてるし、まあ、今後も続けていくんだろうなという形で、まあ、子供もねちょっと前に生まれたというのもあるので頑張って、まあ、子供や奥さんやらを養ったり、まあ、自分自身の食いぶちを稼いでいったりっていうことは、必要なことだったりしますね。まあ、どんな仕事においてもそういうではあったりはするわけですが、まあ、イラストレーターはイラストレーターとして、まあ、いろいろやるべきことをやっていきたいというところでありますね。まあ、細かい、窓の、なんだ、うん、窓枠みたいなものが変形でできて、ちょっとなんだ不透明保護から色味を重ねた後、今はテクスチャーですね、市役所の本体の、建物の、細かいなんていうかな、まあ、レンガっぽい質感みたいなものを、まあ、ちょこっと作って、うん、どん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 掛け合わせて大きいのを作ってバシッと張り込む、まあ、そういうことだけでなく、まあ、そういうことをした上でさらに細かいシェード、シャドウなどを、より突き詰めていったり、上のアンテナ、まあ、これでなんか受信したり、テレビ見たりとかしてるんでしょうか。まあ、そういうものを、細かいアイテムみたいなものも、足していっていったり、まあ、影部分で見にくいんですけど、影部分にある出入り口のね、窓枠みたいなものを、書き込んでいったり、まあ、窓に対しても、まあ、その影が落ちてるところを入れていったりとか、一部窓もその入り口付近は小さい窓になってるのでちょっと変形したりとかしてデザインを変更して、うん、より本物にの印象に近づけてるってところでしょうかね。全体として今 6,7 割ぐらいってところかな。まあ、ほぼ全体がね書き終わったところで、じゃあ細かいところどんどん変えていったり、うん、メリハリが必要なところの書き込み押していこうというところや、まあ、今回も空は描かずに自分の素材を出してきて、まあ、それをね空はもちろん空として使うだけじゃなくて、そのガラスにも空の映り込みを入れることでよりクオリティを上げていったりということをしていますね。まあ、古河の市役所のその印字というか入れていったり、まあ、細かい、うん、ちょっと最初はやっぱり荒っぽい作業だったりするんで、そう、細部を描くときになったらもう大きいところも外さないように微調整とかをね していったりっていうことも大切だったりしますね。絵の描き方として最初に線画を描くっていう段階で微調整から何か全部やるっていうね描き方もあるんですけど、自分はもう色も形も同時並行で、ね、最初から最後に行くにつれて形も完成するし色も完成するみたいな形をとってますね。まあ、ただ仕事の内容によっては線画を最近出してほしいってなった場合は、とりあえず線画だけで、うん、細かいところまで全部しっかり決めた上で、うん、塗りに入るみたいな形にもなるんですけど、どっちが早いかっていうと、まあ、個人的な意見としては、そうですね、同時並行でやっていくっていうのが結果的に早いかなっていうところでありますね。まあ、線画をやるメリットとしては線画は線画で、まあ、データが残るとか、うん、線画もそれはそれで価値があるものだと個人的には思うので、うん、まあ、完成イラストだけが残るんじゃなくて線画イラストも残るっていう意味では線画を描く意味もちょっとあるかななんて思いますね。
ただ速さで言えば、うん、線画は描かずに、うん、まあ、形も色も同時並行で、うん、どん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 的確になっていくみたいな形にしていくっていうのが、まあ、個人的にそういう描き方が好きだったり、それが速いなとは思っているので、まあ、そういうやり方をしていますね。まあ、とにかくデジタルだと修正しやすいっていうのがあるので、まあ、そういうやり方ってすごくいいんじゃないかなとか、まあ、海外の方だと線画で全然描かないっていうのもやっぱりそういう作業の手間というか、うん、まあ、作業コスト、制作時間、まあ、短く済むっていうのと、あんまり線画したいでっていうものは、まあ、漫画とかではそうなんでしょうけど、アートの分野ではそんなに、書き方あんまりしてないっていうのが多いのかもしれないっていうのは、やっぱり、時間がかかるとか線画がそれほど重要視されてないっていうところからそうなんでしょうけど、まあ、日本だとキャラクターイラストとか漫画がものすごく流行ってるっていうところもあるので、っていうのでやっぱり確認したいっていうそのお客さん、まあ、クライアントの要望から線画を求められるっていうことが多いっていうのも、そういうところも原因の一つかなというのと、まあ、線画を見れば結構塗りのレベルというか、少なくとも形のレベルは判断できるので大失敗がないという意味で、うん、線画状態で判断したりとか、まあ、線画の完成を求められるとか、表現として線画主体のものを好まれるみたいなこともあるから、して、まあ、日本では、まあ、線画も、ね、重要な位置づけで、作成されているのかななんと思うところは、ありますね。市役所奥の森、あとは、周りを囲んでいる、まあ、茂みみたいなものの囲いを、入れていったり、細かいところの、まあ、その平行線の溝だったりとか、まあ、細かい影、まあ、シャドウも入り始めているってところですね。まあ、時に空間を表現するために、まあ、空気も、孵化したりして、印象をなんつうか削るというか抑えるみたいなこともしたり、細かいハイライトを入れていったり、うん、植物の場合だとね、手前に草があってすみたいなことをやることで、まあ、レイヤー構造として、まあ、木を描くとき葉っぱでなんつうか挟むのと同じように、まあ木の根元あたりはね、手前にも草があり奥にも草があるみたいな形で描くことで、まあ、よりリアリティだったりとか、それっぽさってをね、ものをね、出していくっていうことも重要だったりしますね。お、全体を描き上げたってところですね。うん、まあ、駅に比べて、まあ、なんていうのかな、建物の数とか、まあ、デザインも向こうの方が、まあ、やや複雑なところはあったんですけれども、こっちはこっちで植物がたくさんあったりして、それはそれで面白い絵になったんじゃないのかなとは思います。まあ、ちょっと今は本当に半分ぐらい建物が壊れてなくなっ、まあ、壊して簡素化されてしまっているという寂しい状況ではあるのですが、まあ、その思い出深いというか、まあ、自分が結婚した時にここに、なんていうのかな、まあ、婚姻届を出したっていうのが1年以上前ではあるんですけど、その後出生統計もここに出したっていう形にはなりましたね。まあ、そんな感じの古河の市役所の一つになります。古河の市役所って、まあ、訳あって3つあったりするんですが、まあ、今はここよりも近いところの市役所をよく利用していたりしますね。と、まあ、自分のことはこんなところで、最後までご視聴ありがとうございました。